どうも、阿部達です、今回はですね、ちょっといちごの飲み物をですね、ちょっとコンビニで買ってきたんで紹介したいと思います。ドゥドゥン、グリコたっぷり果実のいちごミルク生クリーム仕立て。はい、というわけでこちらの、こういう系のね、飲み物をね、買ったら久々なんですけども、早速ね、飲んでいきたいと思います。チキン、ストローが太い、太いよ。これはいっぱいなんか果実が入ってるんだね。ちょっと振ろうか。あれよいしょ、させた。はい、いただきます。いちごが入ってる。うまい。なんかね、いちごオーレとかあるじゃないですか、あの安っちいやつ。あれとは違って、本当にね、いちご、本当にいちごと、なんか、で、ミルクもやっぱ甘いミルクなんで、すごくね、超うまい。すごく超うまい。生クリーム仕立てってところが一番いいのかな？うまいわ、これ。うん。あ、これはいいわ。なんかね、ヨーグルトっぽい感じもあるかな？うん。酸味があるからね。いちご果汁と、果肉をたっぷり使い、いちごの爽やかな酸味と食感を楽しめる新食感のいちごミルクです。新食感だね、確かに。でもいちごミルクでこういうやつ今まであんま出てこなかったんじゃないかなと思って、まあ思ったらこれいいね。いちご、これはね、うまいわ。これ常にね、販売した方がいいと思う。うまい。はい、というわけでこちらね、果汁たっぷりのね、いちごミルク、10点満点中ポイントは10点、10点です。これはね、超絶うまい。ただね、ちょっと冷やして飲むんで冷たいんで、まあこれね、あの冷たい飲み物なんで、ちょっと冬とかには向いてないかもしれないけど、まあちょっと暖かい、空間でね、まあ飲むのもいいんじゃないかなって思いました。というわけで以上、たっぷり果実のいちごミルク生クリーム仕立てでした。皆さんも買ってみてください。バイバイ。まあ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 、しょうがない、しょうがない。